いや、自分の書く曲、ちょっとこの頃ね、ひねくれすぎているなと自分でも思ってるんですけど、なんか、おもんなくなってきて、なんか普通に書くのが。みんなが感動的とかね、すごい燃えるとかね、もうさすがよく分かってらっしゃる、王道は踏み外さないなんて言われすぎるのが、すごくつまらなくなって。それもちょっとあるよ、ちゃんと。そこはちゃんと一応はハートは捕まえとか、それプラス自分の遊び、こんなことしてやがるみたいな、分かる人が見たら一番、ちょっと遡って、ガッと俺王道とか燃えるとかの確信つかめたなって思えたのって、そうですね、抵抗カーギターの、いや、もう雷神王とかそれ辺かもしれない。雷神王、ガオガラガとか、ガオガラガ、あれでガッとです。なんかロボットものというのは、こういう定義、一つのジャンルを自分の中でロボットものの、定義を一つこう作ったなという気がするんですよ。帝国歌劇団とか、例えばワンピースとかは、もうもっとポピュラーが、ポピュラーなもんなんです、結局。だから、なるそうですよね、例えば全世界の人が、OK って言ってくれるものを書かないといけないという、使命感があるじゃないですか。で、考えが違うわけです。でもあんまり全然ジャンル音楽、監督 OK 言ったら全部 OK やったもんね。でも顔外があって、いわゆる何でしょうね、特殊な音楽って言ったら変ですけども、特殊ですね、映画音楽みたいな音楽って聞くもんではなくて、何でしょう、ロボットアニメ音楽というジャンルの中にあるもんです。自分はあそこで顔外でロボットアニメというのの一つのジャンルを、とりあえず自分の中で確立してたかなと。僕ジョン・ウィリアムス好きなんですけど、ジョン・ウィリアムスって映画という要素を抜いたら、A 曲でも何でもないですよね。まあいい曲ですよ。いい曲ですよ。いい曲。ジョーズって、ジョーズ、サメが襲ってくるっていうものを聞かずに聞いたら、何がなんか分かれへん音楽じゃないですか。いや、とにかく彼の場合はすごいですよ。映像とマッチングがすごいからね。その辺はね、やっぱりもうその辺はちょっと見られないと、もっと見られないといけないと思うんですけどね。だその映画音楽としての凄さがあるんですけども、単品の音楽として聞いたら、なんか僕ジョン・ウィリアムスって悪いという意味違うんですよ。なんか変やなと思うのと同じように、ロボットアニメ音楽っていうのも、そのロボットアニメっていう映像イメージがあるからこそ、あのかっこよさがあるんであって、そうです。それ抜いたらなんかちょっと不思議な感じ。バンクがないとダメなんです、あれは。バンクがないと。バンクが全て。もうロボット音楽がバンクが全て。そのバンクの40秒1分に全てをかけるの。はい。あとはもう付け足しのようなもの。どの辺でその王道というか、学ばれたんですか。いや別に全然そんな、自分の中でやっぱり毎日こう、アニメも大好きだったんで、見るようになっていったら、どんどん、ここは濃いみたいなのがあるじゃないですか、でここで割とみんな来てくれない人が多かったんですよ、ね、だから自分は絶対行くぞと、そこは、そういうふうにはもう心がけて作ってるうちに、なんか燃えるものしか描けないみたいな感じになる。いや、そんなことないねんよと言ってるうちに、桜大戦が来てラッキーという。本当に俺桜大戦初めて聞いた時に、どうしてくれようかと恥ずかしくなった。恥ずかしい。なんかね、自分の心の中にあるものを暴き立てられるみたいな恥ずかしさ。とにかく恥ずかしいのを大真面目にやって、それでもうなんか鳥肌立つのをやりたかった。本当に一応成功してましたね。そう、岡田さんが恥ずかしいと思ったらそれは成功や。本当、いや僕ね、一番最初あれセガサタンかなんかでやったんです。そうで、セガサタンでやって、オープニング見た瞬間に一回スイッチ切ったんです。これをやったら俺はダメになると思って、バチーンって切って切ったんかい。そうして、そうで、次の日もう一回開けて、もう一回続きした。切ったんかい言ってるね。オープニングで本当にダメでした。一番最初オープニング始まるとこ前までのところまでプレイしてて、恥ずかしいなとか、全部ツボやなって思いながら、オープニング始まった瞬間に本当に口開けて、あ、無理して、いい加減にして、バチーンって切って。まあそれは企画の勝利かもしれないけどね。まあ桜田氏の話はまあそんなもんで、それでそのツボというか、燃える音楽とか、その今の田中康平の公式イメージみたいなもんですよね、燃えるとか、そうみんな、ね、あとオタクのツボを抑えてるみんなね、そんな風に、ね、思ってる、あとスケール感、そうですね、なんかあるのが飽きてきた。まあ、大体世間というのはですね、さっきもおっしゃってましたけど、レッテル貼りするじゃないですか。ね、まあ、この人が何か一つ作曲でうまくいったり、何か一つの作品でやったら、この人これしかないみたいなことになるのね。そうですね。ほら
岡本太郎の権利っていうのを管理してるのが遺族の方なんですよね、はいはい、あの岡本太郎の奥さん、奥さんで言われて、あの人あの独身主義やから結婚せえへんで養子にしてはったんですけども、すみません、どんどん関西弁になってますけれども、私もちょうど、はい、もう関西弁でやりますよ、はい、今日ね。で岡本太郎やから僕ら体温等っていうのを出してでやるとかって言ったらすごい嫌がるんですよね、はいはい、うん、そうでしょ。で岡本太郎は体温等だけではないのに、うん、また君たちは体温等かっていう、そう、はい、本当にやっぱり代表作を残してしまったものの苦しみっていうのはありますよね、うん、そうですよね。もうあのヒット曲が1曲しかない歌手みたいなもんですよ、はい、はい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 。でいっぱい新曲が出してるんだけど、うん、誰もそんなの聴きたくなくて、はいはい、あれやってくれあれやってくれってそれだけですよ、はい。あこのついこの間もなんか安野くんが、はいはい、なんかあのインタビューされて激怒してましたよね。ああ、なんで巨神兵の特撮を作るって言ったら、うん、そしたら司会者が、うん、あのそんなことをやらずにさっさとエヴァを作れという声もありますかって言ったら壇上で激怒して本当に失敬だって言った。それは激怒するよね。激怒しますよね。そんなそう堀裕二さんもそうですよ。ドラゴンクエストしか作れなくなっちゃってるからね、やっぱりそれはしょうがないですよ。ドラゴンクエストで食ってる人いっぱいいるからね、うんうんうん、そこへ俺が辞めたと言えなくなっちゃう、はい、うん。小林さんはそれ、私はだってそれで、私ってそんなあの作品選べるから、はい、で選んでその、うん、私 の, その何が欲しいのかを、うん、このその向こうが望んでることとうまく合致 しすぎると面白くないので、はい、今回も評価というあのものをやってるんですけど、伊京アニさんで初めてやったんですけど、うん、どんだけミスマッチの曲をかけるかというのがテーマだったんですよ、はい。ミスマッチの曲、うん、はい、こんな曲おかしいやろみたいなのがおかしいみたいなそれではめてみたら、はい、おなんかちょっと面白いなみたいな感覚がちょっと化学反応みたいに起こってくれないかなと思って、うん、案の定やっぱりネットの見てたら、はい、やっぱりあの、まあ、この人はダメです音楽分かってませんみたいなのが書かれて、うん、いや分かってんねんけど分かってるけど、うん、あえて外してんねんけどみたいな、みんながその絵を見たらこんな音楽やるなって自然に流れてるものと違うものをやっちゃうわけですよね。そうそうそう、全く違うもの、はいはいはい、あの一応クラシックを指令されたので、はい、クラシックの曲は何曲か使ってるんですよ、うん、それはぴったり合ってるんです、はい、もうじゃあこのままでずっとこのままでいきゃいいやんと、はい、私を使う理由がないやんと、うん、そう思った時にじゃあ全曲クラシックで編曲しましょうかと言ったら、はい、それはやめてくださいと言われて、うん、そんなだったら私がやる理由がないのでじゃあもう全然変なん書きますけどいいですかって言ったら、うん、いいですって言われて、はい、書いたらあの監督とか本当に監督さんとか大喜びしてくれて、はいはい、今のところうまくいってますね、うん、そういうこともあるんやね、こういうこともあるし、そういう監督逆に珍しいですよね。そうですね、だって自分でクラシックの曲とか指定する人って、うん、実はそのもうクラシックがそのものが使いたい人が大半やないですか、うん、あそれねあの原作の先生が指定してきたんで、あ、はいはいはい、監督さんとしては、まあ、それを使ってくれという話だった。あ、なるほど、うん、だから、うん、まあ監督の指定かどうかはちょっとわからない、うん、まあ今のところうまいこと言ってますよかったいえいえ、動画へのご意見ご感想、田中康平さんの楽曲について思うことをコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。